呪いのビデオ、それを見た人が謎の不審死を遂げてるという投稿が相次いでいます。この呪い、君の頭脳で解明してみてはどうかな。見ちゃったの、呪いのビデオ。死なないよね。呪いなんてありえない。みんな科学で解明できるはずです。サダコウイルスはどう変異しようとしてたんだろう。誰？近い。どうしよう。誰だよ、こんなのネットに上げたやつ。1000万1億と爆発的に再生数を伸ばせば人類は滅亡する。科学や方程式じゃ解けないこともあるのかなって。お姉ちゃん助けて。俺たちの呪いも解けてなかったんだ。残り時間は。このままじゃ感染が広がる。何なの？お元気ですか？映画パーソナリティの伊藤さとりです。毎回映画の舞台挨拶などでお世話になっている俳優の方に最新作のお話、そしてちらっとプライベートの話も聞いちゃう伊藤さとりと映画の仲間たち。さあ今回は10月28日に公開されます映画貞子 DX からこの方々です。ご紹介します。映画貞子 DX から小芝風花さん、そして川村一馬さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いよいよ公開でございますけれども、はい、まずこの話が来た時お二人それぞれどう思ったんですか？めちゃくちゃ嬉しかったです。もう有名な貞子シリーズに呼んでいただけたんだって光栄でしたね。でも小芝さんホラー苦手なんですよね。めっちゃ苦手ですそうだからお塩を撮影現場に持ってった方がいいのかなとか思ってたんですけど、割と掛け合いが、ここ2人の掛け合いがポップなシーンが多いので、撮影現場は全然怖いとかなく楽しくできました。はい、じゃあ塩は持っていかなかったんですか？持っていかなかったです。大丈夫でした。よかったです、はい、前のね貞子シリーズちょっと怖いことあったっていうのを聞いたんですよ。あ、そうなんですか？ただクランクアップした後にバスソルトを、ちゃんと塩入れて入りました。一応、はい、浄化ですね。浄化しました、はい、そうですか。川村さんどうでした？まあ、最初お話しいただいて正直もうめっちゃ嬉しかったですし、大チャンスだと思いました。はい、まあ、アクションものというか、まあ、王子系とかあと、まあ、喧嘩のアクションものとかしかやったことなくて、まあ、その前もう貞子の前本当に2作品だけしかまだやってなかったので、次どうなるんだろうっていうところでもうホラーっていういい意味で意表をつかれたというか、あ、これは大チャンスだっていうのすごいありがたかったです ね。だってハイアンドローからのまさかの貞子で確かにまさかのちょっとねキラキラ的な王子様っていう、うん、ホラーの中で王子が出てくると思わないですよね確かにと驚きました。今までシリーズ見てて、この攻め方があったのかっていう感動すら覚えたんですけどどうでしたお二人？だから本当にホラーかなっていうのはよく話してましたね、うん、でもすごく川村さんもホラーなのに自分の役柄があっていいのか、このキャラで進んでいいのかってすごい悩まれてましたね。すごい悩みました。 だしその不安がやっぱり試写だったりとか、うん、うちもグループで活動させていただいているんで、そのメンバー仲間たちが試写で見てくれたりとかして感想を言ってもらうまで本当に不安が拭えなかったですね。川村さんが出てから一気にちょっとコメディ要素が加速していくじゃないですか、はい、なんか可愛いなと思いながら、そうですね、笑わせてくれるっていう。でもその前に小芝さんのもうここからちょっとあれあれ何かこれは今までと違うぞって確かに私も思いましたあれなんか現場に入ったら監督に急になんかこういうのをやるみたいな感じ言われて、なんか台本にもなかったんですよ、だから私も最初冗談かと思ってまたまたって言ってたら、いや本当に本当にみたいな感じになってそうあれが追加になってって感じでした。じゃあちょっと待ってくださいよ、その脚本よりもさらにそのいろんな動きとかいろんなこう、そうですそうです、小ネタ的なものが増えて、だからそれ王子のね癖、こういう癖も現場で足されて、現場でそうですね
でもそのなんか決めポーズっていうんですか、はい、それのおかげでなんかちょっとコミカルさがねあって漫画的なところも楽しかった、ね、そうですだからあれやってみたら分かるんですけど結構むずいんですよねなんかあんま様にならないっていうかそうなんか一応ツボを押して血流良くしてその頭の回転を速くさせるっていうあれらしいんですけど最後まで悩みながらで割としっかりあのシーン撮るんだよねなんかカメラがこう回りながらずっとこれやってるみたいなそんな撮られるんだここみたいな感じで座ってるのかなと思いながらやってました面白くてもね真似しちゃうけど全然小芝さんみたいに全然うまくできない意外と監督こだわりもあってもっとグッと押してとか、うん、もっと広げてとかもっと早くしてとかこだわりのある動きだったみたいですどうでした共演してみて改めて楽しかったです共通点が多くて、うん、学年は一つ上なんですけど、うん、誕生日が本当3ヶ月しか変わらないからほとんど同い年で、うん、しかも大阪出身で小学生の頃遊んでたゲームとかが一緒だったのでもう永遠にポケモンの話しててそうすごい楽しかったですポケモンの話してたんですねずっととか通信したりして図鑑埋めるの手伝ってもらうとかだから本当メイクさんとかに控え室いる私たち見て小学生かって言われてました、ね、言われたな言われたでもねパブラさんもねすごいちょっとね普段着なそうな服装もよくされてねそうですねリボンついてたねリボンついてて、まあまあ、ホラーとは確かにでもあそこの池内さんが出てくるちょっとね、うん、霊媒シーンっていうんですかあ、はいはいはい、あのちょっとねすごいステージみたいなところで展開されるあそことかもすごかったなと思うんですけどめちゃくちゃかっこよかったですよねなんかその今日の読み方とか動きがすごいかっこよくて圧倒されてたんですけど女子役の女性の方の圧がすごすぎてそこもちょっと一個笑いポイントですちょっと現場で笑っちゃった何回も吹き出しちゃうぐらい面白かったです ねぜひどんなシーンかは劇場でそうそうあの池内さんもいろんなところでこうリサーチしてきたのかなぐらいの感じでしたよ ね、うん、ねでも川村さんだって一応占い師だったんですもんね一応はいあの自称占い師でやらせていただいております占いしてたっけいや占いは一切あの作中ではやってないそうなんですよそこがすごいなと思ったんですよね出てくるのかな占いシーンとか期待したんですけどまあそのなんでしょうなんかちょっとカウンセリング的なことはまあやってましたけど、うん、だから、まあ、そういう描写は確かに少なかったんですけど、まあ、それでなんとかでも全然頼りない感じのカウンセラーやらせていただいております、しかもね、結構あの王子の部屋に飾ってあるポスターとかあの面白い感じになってるので見てほしいポイントですねあれ現場で NG でポロって落ちたりポスター剥がれちゃってあれちょっとねファンの人喜ぶんじゃないかなと思いますいやファンの人あれ欲しいと思ういや本当にあれ商品化しないのかなと思います現場で見るとそらこんな在庫残ってるわなっていう感じだったよねあれ後でどうなったんですか持って帰ったりしたんですかいや持って帰らないですポスターも全部ポスターも全部はいいらないですねいやファンは欲しいですよT シャツ欲しいですねカレーだけ欲しかったですなんかあのねレトルトのカレーだけ欲しかったいろいろ細かいところで小道具が無駄に凝ってるそうなんですそこも面白かったいやだけどほらちょっとまあね出てくるわけじゃないですか、うん、でね、ホラー映画あるあるの見えないものに対してキャーってやったりしなきゃいけなかったんですよねそれはどうだったんですかあでも最初にその井戸から出て貞子が出てくる風景とか張ってる姿って見た後だったので想像はしやすかったのとやっぱ生貞子の動きがすごすぎてこう生身の人間じゃない動きだったのでその気味悪さとかはやっぱすごく感じましたねいや貞子と共演して改めて思ったこととかあります？いや動きがプロだったっていうのがやっぱりその井戸から落ちるとか普通の人だったら受け身取るじゃないですか、うんうん、それが全くないのがやっぱ、ね、生きてない人なんだっていうのがすごい怖かったですね確かに、うん、バタンそう本当ドサッって感じなんですよ、うん、物が落ちるみたいなぐらい無気力
ったからめちゃくちゃ怖かったですね。貞子の女優魂に感動したってことですか？はい、とても。え、カムラさんどこあります？貞子の女優魂を感じた。いや、本当まさしくおっしゃってた通りで、もう普通の生身の人間だって、普通に人間のすごい意識があったらやっぱりバーンって倒れるにしてもどっか受け身取っちゃうんですよね、多分。マジでそれが感じられなかったって、もうすごいなって、僕も本当同じになっちゃいますけど思いました。貞子すごい、すごいですよ本当。今回さらにバージョンアップしますからね。あ、そうですね、それはちょっとあれですけど。あとね、爪のあれがすごかったです。貞子って井戸をこうやるからこの爪が全部剥がれてっていう、あの設定あるじゃないですか、もうその爪の赤さ、黒さがすごかったです。見せてもらったんですけど、あ、見せてもらった、貞子様に、はい、貞子様にこう。でも2人とも幽霊は信じるんですか？信じます。そういう 見ることはできないですけど、どっかで信じてるところもあります。でも基本的にはあんまり。今まで幽霊に会ったことは？会ったことはないんですけど、母は2回ぐらい、前大阪に住んでた時のお家が結構古いお家に住んでて、もう引っ越した当初から玄関にお札貼ってあるような家だったので、母も2回ぐらい見てるし、私は直接見たっていうよりは、2階が子供部屋で、妹のハローキティちゃんのレジのおもちゃがあって、ボタンを押したらいらっしゃいませって声が鳴るやつがあって、で小学生の時帰ったら誰もいないのに、家の中2階から いらっしゃいませいらっしゃいませみたいな連続で押してる音が流れて、しばらく家入れなくなるっていうのがありました。しかもキティちゃん、そう、めっちゃそれを誰かがこうやってガーッと押してる姿を想像したりとかして、ちょっと怖くて、そう、ちょっと想像力豊かな方だったので、そう、想像してちょっと怖くなっちゃったりとか。そりゃ怖い、ありましたね。そうなんですね。で、河村さんはね、会ったことないって言ってましたもんね。そうですね、全くなんか想像思いつくとしたら金縛りとかぐらい。でも金縛りってあれ結局頭が起きてて体が寝てるみたいな状態なんで、多分って聞いてるんで、あんまり心霊現象とは思ってなかったりとか。多分霊も脅かしがいがないのかも。いや、そうだ、どうしなさすぎて絶対そうだと思う。出てもそんな反応してくれなさそうみたいな。そうかもな。怖がりじゃないんですか？あ、もう全然ですね。だから最近ちょっと全然その心霊あんま関係ないんですけど、一回その誤報で警報鳴った時があって、その建物の警報鳴った時があって避難しなきゃいけなくなったんですよ。だけど大丈夫っしょみたいな感じですっげえゆっくり行ってて、けどこれ後から考えたら、俺これマジだったら俺この性格やばいなって思って。やばいやばいやばい。誤報じゃなかった場合考えた時にちょっとヒヤッとしましたね。本当びっくりしなさすぎて。そういうのも、ね、ってことはやっぱり幽霊も怖がられないからね、多分つまらないですね。出て生きがいがないのかも。いや、ここに現れてもまあ確かにね。でそんなお二人にですね、ちょっとおすすめの見てほしい映画、好きな映画を紹介してもらうと思うんですが、まず小柴さんどうですか？私は七番坊の奇跡、もう大好きすぎて。韓国映画。そうですそうです。もう 3,4 回見てるんですけど、本当見た次の日目パンパンになるぐらい毎回泣いちゃいますね。わかる、はい、ちょっと幽霊に引っ掛けた。そう、なんか、こうほっこりもするけど、あの悔しさだったりとか、本当この映画ってなる作品ですね。なんで韓国映画ってあんなに感情表現がこうジェットコースター的なんでしょうね。本当に、ね、で、すごいですよね。ハッピーエンド少ないですよね。だけどなんかこう、ね、切なく泣かされてくれて、泣かさせてくれてありがとうみたいな。なんか作品自体は本当に素晴らしいけど、もうちょっとハッピーエンドでお願いしますって思いながら見てます。ケース作、あれ、じゃあ川村さんも見たことあるんですか、七番坊？いや、もうそのがっつりちゃんと見れてないんですけど、絶対に見ようと思ってチェックしてる作品です。マイリスト入ってます。本当ですか？もうね、ハンカチ用意しないとダメですよ、ね、本当にあれは絶対に泣くと思います。めっちゃ泣くらしいね。
泣きたい時に見る映画ですよね。本当本当そうです。私そうですこうやってね、韓国映画結構そこにリストに入ってるそうですか、いい映画のチョイスです。さあ河村さん何ですか。なんかそういう感動系来たらちょっとあれやな好きなので。好きなの、そうですね、まあ、じゃあ、まあ、ルーツ的なのも含めてあのクローズですかね。おーかっこいい、はい、どのキャラをやりたいですか。どのキャラというか、あのコラボで、そのクローズワーストとのコラボで あれを やれたので、はい、で、はい、その原作者の先生の生みのキャラクターをやらせてもらえたんで、はい、もう僕はもうそのキャラクターで、はい、もうありがたい限り大満足なんですけど、本当、まあ、クローズが、まあ、見てほしいというか、そういうきっかけとしては、まあ、漫画とかも、ね、見て原作見てほしいんですけど、やっぱり当時学生、小学生とか中学とかだったんですかねに、クローズ見て、俺将来絶対クローズ出るとか言って友達とか、まあ、周りに豪語してたんですけど、まあ、それがコラボっていう形で今回クローズではないですけど、まあ、クローズバーストとのコラボでとかっていう感じで叶ったりとかして、まずすごく自分にとって あのルーツになった作品かなと思います。あれかっこいいですよね、うん、今でも聞きながら私クローズ舞台挨拶司会してたなと思って自慢世代を感じた、すごい。でもラインナップすごかったもんなと思ってずらーってね男性たち男子人気俳優がずらーって並んでた。すごいすごいですよね本当、あのラインナップというか、ね、はい、小栗旬さんからね、山田孝之さんとかみんないてね、はい、でね、あれで綾野剛さんがねっていうイメージが強いですもんね。あ、そうですね、2、うん、の時にね、うん、そうですか、クローズでした。さあ、ではではですね、お待たせいたしました、私たちのこの番組恒例のガチャをやっていただきたいと思います。はい、出てまいりましたよ、皆さんがよく知ってるガチャです。あ、もうここで、はい、この中の質問なんかすいません、出たものの質問答えてください。あ、出た。はい、お願いします。お、最近見た印象深い夢は。お、印象深い夢、夢、うん、何ですか。夢何見たっけな、急遽焦る、急遽めっちゃ焦る夢、ありがとうございます。最近見た何見たっけな、覚えてる。あ、俺も。じゃあ私だけ、二人で。あ、何やろう夢、余裕ぶっこいてたわ何見たかな。私よく、はい、なんかね、銃撃戦で自分が戦ってたりするような夢見るんですよ。あ、ないですかそういうの。 あとは仕事で遅刻したりとか。 あります、あります、あります、ね、最近じゃないんですけど、それこそ舞台で再演みたいな形なんです、うん、でもう舞台始まってて、私袖で全然セリフが分かんなくて、どうしようどうしよう、どこに出ればいいんだろうとか、台本脇でめっちゃ焦って覚えてる夢を見ます。で、一行だけ覚えて、出たらこっちはけて、もう一回って思って出て頭真っ白になるみたいな、すっごい嫌な夢見ました。嫌だわ。夢でよかったって、本当に。でも一応心の中で見た目は冷静でいる感じなんですか。いや、もうめっちゃ焦ってます。もうだから起きた時心臓バクバク系で、なんかしかも再演してるから、1回昔やった、うん、あの作品なんです、うん、だからふんわりは覚えてるけど、セリフが全然出てこないとか、誰の後に私のセリフだっけ、立ち位置どこだっけみたいなのをめっちゃ袖でわーってなってる夢とか見ますね。焦るな、めっちゃくちゃ焦る、ね、そう、仕事のね、ドキドキの夢、何がありますか。最近は何だろうなんかあったはずなんですけど、こんなパンで出てこないってことはそんな印象じゃないってことですよね。ちなみにあれですか、夢はよく見ることですか。よく見ます、よく見るんですけど、最近覚えてないことが多いですね。同じくです。いっぱい見てるはずなんですけど、うんうんうん、もう説明できないぐらい覚えてない部分部分しか、うん、みたいな。でもなんかちょっと似たような夢見たことがあって、あの夏フェス、うん、あの歌、あのステージでパフォーマンスするみたいな、夏フェスみたいな、なんかちょっとあの分かんないですけど、それで出なきゃいけないのに、すごい遠い楽屋にマイクを忘れてみたいな。最悪、やだそれ。
で、もう俺だけ必死で戻るけど、もうメンバー他15人全員出てるみたいな。うわで、俺もうこのステージ裏で、あれどうしようやばいみたいな、そういうそういう、もう焦りすぎてもう何も動けないみたいな、うん、そういう夢を見たことがあります。ああね、大体目覚めた時疲れ果ててんですよね。めちゃくちゃ。もう一日終わったぐらいの疲労感ありますね、朝から。はい、ありがとうございます。じゃあ、あと一つ言ってみましょう。はい、じゃあ、川村さん、ガチャやってください。はい。ありがとうございます。面白いの出てくるといいな。ね、何が入ってるんだ、はい、コンビニに行くとついつい買ってしまうものは。うわー。はい、ありますよ。あ、絶対買うものとかある。どうぞ。絶対買ってしまう、絶対は言い過ぎかもしれんけど、10回行ったら9回は買ってしまうものがありました。グミとお菓子です。グミもお菓子や。グミとスナック系のお菓子とか。どっちかっていうとグミがもう多い、圧倒的に。ちょっと1個ぐらいやったら糖質、結構糖質とか気にするから、あの1個2個ぐらいやったら糖質が割とそんなに多くないからっていう理由で、グミはどんな時でも買ってしまう。それなんかグミの種類にこだわりあるんですか？結構あんまいろいろお仕事させてもらってるからっていうのも本当関係なしに、ユーハ味覚糖さんが好きです。結構いろんなシリーズ。マジでマジです。お仕事でいろいろとかマジで関係なく本当にめっちゃ好きで。ちょっと子供のようでいいですね。子供ってほらグミ好きじゃないですか。思っちゃった。確かに。そうですか。グミ出ました。いいですね。さあ小島さんは何ですか。私頻度が高いので言うと、うん、ホットコーナーのポテトフライはよく食べますね。もともとポテト大好きで、できれば細い方が好きなんですけど、コンビニの太いやつも割と食べます、はい、そうあるんですよね。私はね、細いのが好きなんですよ。でもコンビニ太いですよね、基本。そう、太い、結構こうポテト感強めのやつなんですけど、味がしっかりついてて美味しいんですよね、ポテトチップスではないんですね。ポテトチップスも好きなんですけど、フライの方が好きです。ポテチは一袋結構食べちゃうので、ポテトフライ、まあ、量変わらないと思うんですけど、はい、で家帰ってケチャップ増量して食べます。あら、いいですね、はい、というふうにね、ガチャありがとうございました。さあ、じゃあ最後にお二人からですね、作品を楽しみにされている方にメッセージをお願いできればと思いますので、はい、まずはじゃあ川村さんからお願いします。はい、サダコ DX 10月28日公開になりますけれども、本当に何でしょうね、まあ、個人的に感想になってしまうんですけれども、すごく今の世の中ともリンクしているような部分もありますし、あとは本当にホラーとはいえど、すごくいろんな方に楽しんでいただける映画になっているかなと思いますので、ぜひ劇場でご覧いただけたらなと思います。ありがとうございます。さあ、では最後に小柴さんお願いします。はい、今までは呪いのビデオだったんですけど、今回 SNS ですごく拡散力が増していて、しかもタイムリミットも24時間という、本当こうスピード感と緊張感とが増し増しになっております。でさっきおっしゃってくださったように、結構ポップな家系の部分もあるので、ホラーがちょっと苦手かもっていう人も見やすい作品になっていると思いますので、ぜひ劇場に来てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。今回のゲストは小芝風花さん、そして川村一馬さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。貞子シリーズはね、何作品も作られてるんですが、今まではね、こう恐ろしい、ゾクゾクする、夜も眠れないような貞子の縁が生まれていました。でも今回は違いますよ。もう笑いながらツッコミどころも満載で、それでいてちょっと怖いっていうような、もうグループでワイワイしながら見られる、そんな作品貞子 DX、 ぜひ劇場でね、皆さん一緒に楽しみながらポップコーンムービーとしてご覧ください。それではまたお会いしましょう。さようなら。